と改めて美観地区に来たんですが、大変盛り上がっております。今日はね、特別ゲストでいくみちゃんが来てくれております。引き続き、はい、よろしくお願いします。まあまあ栄えてる、ね、あの倉敷デニムかな、向こうでも有名、百貨店とかにも店舗がある。そこまで倉敷なんちゃらブランド化されてて、と思うんだけど、多分この辺じゃないかな。あ、倉敷デニム、ね、あそこですよ、倉敷デニムアウトレット。あ、そう、それそれ、多分あったと思う、うん、あ、いいね、オッケー、ありがとう。なんか有名らしいですよ。買いますか。買いましょう。オレンジ2つください。めっちゃ生とったよ。大丈夫、はい、オレンジよいしょ、結構いろんな人来てるね。ゆみちゃんもここにね、乗るよ、また新しいパネルを作られて誰や、ね、丸ごと、じゃあいただきます。危ないよ、車いただきます。うん、どうですか、ピュアな新食感ですよね、そのままな感じ。そのまま、うまいよね、うまい、ちゃんとなんかくり抜いてぐちゃぐちゃしてる。そうはな、ちゃんと、うん、これですね、ピーチアイ自家製シロップ、岡山というか桃、うん、ね、ピーチ味ください。一つで1個でいい、旬の清水白桃を使った海苔いただきたいと思います。ふわふわ、うまくやってる。でもまあちょうど夕方なんで、こういうとこで食べると美味しいのかもしれない。うまい。はい。はい。まあ早速。ではでは早速。なかなかないよね。ね、うん、はい、ちょっといただきたいと思います。はい、どうぞ。うん。どうですか。美味しい。口の中で溶ける。溶ける。うん。あ、その氷自体ふんわり。ふわって感じで。もうちゃんと、もう桃の果肉も。果肉も乗っとるし。おっとっとっと、いいですね、そのなんか感じがホッと、はい、もったいないから ね、ちょうど暑いんで、結構ソフトクリームとか食べて歩いてる、食べ歩きしてる人多いし、ね、ちょうどなんかね、この夕暮れ時の美観地区でこうやって食べるのは、柳の木もあるしね、ちょっと涼しくなるね。そう、だいぶ寒くなってきたけど、そう、ね、ほんと1週間前までは本当に暑くて、僕らも多分柳のようにうでんとね、うまいこと言うね。ちょっとからくり屋敷の方にね、まだちょっと撮影許可取ってないんですけど、ちょっと行くだけね、行ってみて。もう一緒、止められたら行くに節が出ました、これ私ちょっと日本語わからないいつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。